皆さんこんにゃちは、おっちゃんマサです。今回は麺屋三平で熱々のあんかけちゃんぽんをいただきます。したっけ本編、レッツラゴー。入り口ではたぬきくんがお客様をお迎えしてくれます。メニューは豊富でも今日はもう決めてるんだよね。店内は天井が高くて気持ちいいです。この熱々のあんが寒い冬に冷えた体を内側から温めてくれるんだよね。熱々でうまー、ほっぺがごちそう。公式サイトによるとカツオと昆布の合わせだしだって。俺は何のだしかを当てることはできなかったけど、俺好みの味だっていうことははっきり分かってるんだよね。麺屋三平では公式サイトがあります。リンクを概要欄に掲載しておくので、興味のある人は後で見てみてね。あっさり味のスープは食べ飽きないことがいいんだね。背脂こってことのスープのラーメン屋も多いけど、年取ってくると胃袋が受け付けないんだよ。ここ数日はとっても寒かったから、このあんかけちゃんぽんを何度も思い出したんだよね。念願かなってよかった。ありがとうございます。
今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。あんかけちゃんぽん、うまそうだったでしょ。今度ぜひ食べてみてね。今後もおっちゃんマサチューブをよろしくお願いします。チャンネル登録いただけるとめちゃんこ嬉しいです。したっけ。次の動画まで、バイビー。